まずはホームの岡山です。ゴールキーパーが梅田、ディフェンスラインがカバの井上、阿部、そして宮崎と入ります。ボランチは木山とパウリーニョ、今日も右に白井が入って左は徳本、ツートップがミッチェル・デューク、そして上城。こちらはゴールキーパーが南、ディフェンスラインは真渡り、西村、串引、川面と入ります。前節出場停止、それから明けました帝が入ってきて大山得意でボランチです。前は奥抜き、黒川、小野、そして川田、デュークは真ん中あたり、そして阿部、井上も上がってきています。これはちょっと変化を持たせてきて、ここで中に入れてきますが、どうだ、井上中に出してヘッディング、ちょっと上城がユニフォームで、もう一度見たのは中へ、あ、これバッターのファール、上城スルーパスが通ったぞ、シュート、どうだ、わずかに外れた、徳本プレスバックからのボールをこう奪って、ここからのスルーパスですね、こう狭いところを通しましたけどもね、頭を抱え込んだこの徳本。あ、枚数を増やしてくる岡山です。デュークがボールを収められますので、その間に中に選手を上げてきて、さあどうだ、白井が合わそうというところ、シュート、上城が狙っていきました。まだ一度戻していく、さあパウリーニョサイドを開いていきます。ここで宮崎も外に出て、その宮崎が中にサイドに、どうだ、決まった、川野頭で大外を狙っていきました。宮崎、川野が頭で決めました。先制岡山、最初ね、こうカウンターで押し込んだところからもう一度攻撃を仕掛けて、徳本選手から宮崎選手で、まあ、ファイアサイドは少しね遅れてますよね、大宮の守備はね、はい、ここにうまくね川野選手入っていきましたね、もう最後はフリーでこのヘディングです。さあお互いに1枚ずつ、まずこのファンタイムで選手を変えてきました。黒川中にボールを入れて落として、そのシュートまでいけるか川田、しかしこれは笛が鳴っています。中、川田をターゲットにして、うまく体を入れてボールを、ね、はい、キープしたんですけども、まあ、岡山のこの3枚に対してね、はい、大宮はどうやってプレッシャーかけるかっていうのは非常に重要ですからね。いや、ここ積極的に来ますね、前から。さあかわしていって宮崎、そしてさあ徳本、中に2枚入っている、徳本、足元、パウッと、デューク頭を抱える、落ち着いて時間を作りながら、相手のディフェンスが下がったところで、デューク選手の、ね、はい、足元に持っていきました ね。岡山の3バックに対してね、はい、まだこう立ち位置だったりとか、プレスに行く角度だったりとか、はい、スピードだったり、その辺が、ね、さあ、なんか面白いボール、ヘディング、ーキーパー正面、頭で合わせたのが先ほど中に入った中野。さあそしてさらにまた大宮も選手交代。さあそして白井、前を向く、シュートを打っていきましたが、わずかにこれはゴールの左を抜けていきました。さあ中に途中出場の小島、そして今行こうといったところ、シュートを打ってくる、ゴールキーパー弾いたところ、決めた、と笛が吹かれている、かわそうというところ、交錯したがノーホイッスル、しかしこれをまた大宮が奪い返す、中に、さあどうだ、渡り、ゴールキーパーの梅田が抑えます。帝が前にボールを出しますが、もう一度後ろ西村、さあ小島前に出そうという、今、そして菊池が前に行こうという、開いて、まあ、谷中へ、シュート、クロスバーの上か、悔しがる川田、まあ、中央で、ね、作って相手をこう集めた中で、最後もこう、まあ、谷選手にね、ここで開いていきます、
真渡り、真渡りが中に入ってきて、ここで入れてくる、逆サイドだがどうだ、中にはゴールキーパーの梅田がいました。そしてここで長い笛、試合終了。後半の5分のアディショナルタイムが終わって1対0、ホームの岡山がホームでは2連勝となります。勝ち点3を手にしました。